パク大統領がまあ沈没事故で国民に謝罪して海洋警察の解体を発表と<ー>まああの先ほどもこれあったんですけどカンソンさんね、はい、これあのやっぱり印象にやっぱり涙なんですよ。そうですねでこのね、はい、涙を出すということをその韓国の,その中の磁場というかそのこうイメージでねどういうインパクトがあるのか。うん どういう戦略的な意味があるのかないのか、うんね、ちょっといろいろその辺をちょっとお伺いしたいんですよ韓国の政治家特に大統領候補とかですね意外とよく泣くんです、うん、結構泣くんですか泣いてるんです過去にも、うん、大統領も泣きます大統領候補も泣いたことありますね、うん、涙を見せる大統領は泣きます大統領な泣って泣くってないかもしれない、うん、なるほど それは意図的なものでっていうことの涙に関してはね、非常に評価をする意見と、それからきょう僕、今朝総理に電話入れたんですけど、と嘘の涙じゃないかというような意見も強いんですよ、それはこの会見が終わった後パク・クネさんがですね一泊三日でアラブ首長国連邦に行っちゃったんですよね。原発のセールスで 言ったわけけなんですけど、ええ、まあ涙も乾かないうちに金儲けを買よというような <laughs> まあそういう批判をするものもありますね。うん、いやというのは、まあ、その西側の例えばスタンダードであれば涙を出すというのはそのいわゆる感情的であってその時は合理的な判断をしていないとで一国のトップが合理的な判断をしていない時に言ったことというのは盲 <laughs>、まあ、言になる,なるんですよね。そういいった感じの批判はない それはあまりないですねです割と涙は韓国は許容しますでも批判的な声も出ているという報道もありますよね、その嘘なんじゃないかという。まあうまあ嘘で流した涙じ,じゃないかということですよね、体制一新なのか人心一新なのか、あるいはまあトカゲの尻尾切りで涙を流せば、それで済むんだと。 ただまあ批判する声の中にはですね解体すべきは海洋警察ではなくて大統領府が先だろうと <laughs> そういう批判も出ています <laughs> あとこれ誤った5回ぐらい誤ったんでしたっけそうで、ねね、45回誤っしたん、はい、で僕、これは非常に不吉なのは。うん あの日本に謝罪しろと誠意を見せろと韓国はずっと言ってきたんだけど、うん、あのつまり日本も結構、慰安婦とかで謝ってると思うんだけど、まあ、5回以上謝ってると、まあ、数え方なんか外務省の数え方をっもっと謝ってるみたいなんだけどやっぱり複数回謝らないと韓国で謝ったうちに入らないという、はい、そういった暗黙の文法があるのかなと思ったんだけどどうですか <laughs> まあ今までの,この 謝罪がですね大統領の謝罪がすべて間接的だったんですね、うんでまあ、直接の謝罪ではなかったということで、謝罪を小出しに出しすぎちゃったという、そういうですね、うん、まあ反省はあるみたいなと、んなになんかリスクマネジメントはできていないんではないかということですね、うんうん、大統領現職大統領がだって涙出すって初めてでしょ、さんおっしゃっね、うん、僕の記憶ではちょっとないですかなだあると思うけど。はいはい